皆さんこんにちは、トッティです。ダイバーが持つアクションカムといえば GoPro。 まあファンダイバーの皆さんね、こうやって眺めていると GoPro をねぶら下げている方が一番多いかなと思うんですけれども、まあ最近いろんなメーカーからいろんなアクションカムが発売されていますよね。でありがたいことに僕はいろんなメーカーの機種をね使わせてもらっていて、もはやですね GoPro 一択の時代はもう終わったなと、その人の好みに合ったアクションカムっていうのが、まあ、それぞれあるなというふうに感じているので、今日はですね、まあ、これからアクションカムを、買いたいんだけど、どんなの買ったらいいんだろうとか、まあ、これからね、買い替え しようと思ってるんだけど何買おうかなと思ってる方の、参考になればいいかなと思って、今日はですねインスタ360から出ている X4360 度カメラと GoPro 13最新機種ですね。僕の手元にももう GoPro 13が届いています。この2機種をですね徹底的に水中で同時に使ってあらゆるシチュエーションで比較をしてきましたので、ぜひ参考にしていただければと思います。それでは早速比較映像を一緒に見ていきましょう。まずは皆さん一番気になるところだと思うんですけれども、色味の比較から一緒に見ていきます。左が GoPro 13、右がインスタ360X4 ですね。水深 3,4 メートルぐらいのところです。はい、こうやって見るとねほとんど変わりないですよね。白いホワイトボード持ってるんですけれども、青かぶり緑かぶりもね、ほとんどなく、まあほとんど、差がないかなというところだと思います。はい、まあ、浅いところっていうのは光がね吸収される率がまだ、少ないので、まあ比較的ね色味表現が簡単な部類だと思うんですよ。次はですね水深20メートルでの、比較映像を見ていきたいと思います。はい、見てみてください。左の GoPro 13はかなり緑っぽい感じですよね。対して右側のインスタ360X4 めちゃくちゃ優秀ですよね。これちょっとすごい差だと思いませんか？ GoPro はですね前回の GoPro 12からそうだったんですけど、緑かぶりみたいなのがね結構どぎつくて、まあ、厳しいなというところなんですよね。はい、ここら辺はですねインスタ360の製品っていうのはまあX4 だけじゃなくて AS Pro とかもそうなんですけれども、ホワイトバランスがかなり優秀。水深20メートルでこの色出してくれたら、もう GoPro でよくつけてるレッドフィルターあるじゃないですか。あれでも必要ないんですよ。あれはホワイトバランスで補正できてない部分を補うためにあったグッズなんですけれども、インスタ360の製品はもはやレッドフィルターは必要なしというところで、まあ技術の進歩がね、見られるなというところですね。はい、次はですね、画角の比較をしていきたいと思います。まあ画角で比較すること自体ちょっとね、GoPro には酷かなと思うんですけれども、GoPro はですね、最大151度の、画角で、映像を撮ることができますと。まあそれ以上広く撮ることはできません。なので、基本的にはその設定でずっとね、動画を回すことになるかなと思います。対して360度カメラのインスタ360X4 はですね、その名の通り360度映像が撮れているので、まあ分かりやすく言うと、360度の映像をこのスマホの縦長のこの四角の枠の中にギューッと圧縮して入れ込むことができるということですね。なので270度の角度だけ閉じ込めるっていうこともできたりとか、編集次第では180度の画角だけこの画面の中にね、閉じ込めることができると。なので後からの編集でもう無限の選択肢があるということですね。まあそれによっていろいろな、クリエイティブなね、あの映像の撮り方があって、例えばカメラを落下させるとか、まあこういうのもですね360度カメラならではだと思うんですけれども、あとは
あの魚の群れのところで、ブスッとね、カメラを刺して、そのままほっといたらそのインスタ360の周りを魚がねぐるぐる回るので、まあ普段撮れないような映像が撮れたりとか、まああとはこれちょっと見てもらいたいんですけれども、はい、こんな映像はですね普通のカメラでは撮ることできませんよね。前も後ろも映ってるからこそ後から編集で思い通りに映し込むことができると。なので GoPro はですね選択肢が少ない分その絵作りに集中はできるっていうメリットはあるんですけれども、まあ、360度カメラはそもそも何も考えてなくても360度映し込めているので、まあ、事前にこういう映像を映したいっていうのも実現できるし、後から思いついてこういうのをやろうっていう、選択肢もあると。なので、自分のクリエイティブな発想次第でいくらでも面白い映像を生み出せるっていうのが このね X4 の魅力かなというふうに思います。でインスタ 360X4 の360度映像っていうのは必ず後からスマホとかでね編集する必要があるんですけれども、まあ後から編集するのね結構めんどくさかったり、しますよね。そういう方に向けてなんとですねシングルレンズモードというのがあって、これ簡単に言うと、まあ、360度カメラって前と後ろ両面にレンズがついていて、まあ、180度ずつ映像を撮ってそれをくっつけているという感じなんですけれども、シングルレンズモードっていうのは一つのレンズだけ使って、で液晶を見ながらまるで GoPro のように撮影して、で、このモードで撮った素材に関しては後から編集する必要はなくてそのままスマホに取り込んで見ることができるという、めんどくさがりな人にもね救済処置のモードみたいなのがあって、まあどんなもんなんだろうかと思ってね、まあ使ったわけなんですよ。それがですねめちゃくちゃ良かったので、ここもですねちょっとご紹介させてもらいたいと思います。まず画角について、まあ、左の GoPro の方はまあこんなもんかなと思うんですけれども、右の X4 の方めちゃくちゃ広いんですよ。まるで外付けのねフィッシュアイレンズつけてるみたいな映像がこのカメラ単体で撮れてしまうと。しかも X4 は両方のレンズ使って 8K なので、シングルレンズで撮るとまあ 4K で撮れるんですね。半分でも 4K なので十分綺麗。それでこの画角で撮れるフィッシュアイレンズ GoPro ね、外付けでつけてる人いると思うんですけれども、インスタサンラブから X4 はもう外付けレンズいらないじゃんっていうレベルの画角で撮影することができると。これがもう本当にかなり便利です。まあただねちょっと弱点もあってですね、こちらの映像見ていただきたいんですけれども、まあ、こうやって見るとですね、画角はやっぱり X4 の方が、広くはね、なっています。まあ、臨場感あふれる映像ですよね。まあ、ただ画像の精細さはどうなのというところで言うと、これ見てください。カマスがねどれだけパキッと映ってるかというところなんですけれども、やっぱり GoPro の方がですね、まあ、パキッと映ってるんですね。まあ、GoPro 5.7K ありますし、しかも限られた範囲で、限られた狭い範囲の中で 5.7K で、撮れますので、まあ、そりゃ綺麗だよねっていう話になります。まあ、なんですけれども、まあ、パソコンのディスプレイで見れば結構な違いが出るんですけれども、スマホで見る分にはもう変わらないじゃんっていうことに、まあ、なってくるので、スマホで運用する人にとってはこの X4 のシングルレンズモードっていうのがめちゃくちゃ使えるので、まあ、GoPro みたいな感じで手軽にね後編集せずに撮ったままで気軽に使いたいっていう方は X4 で、シングルレンズ運用っていうのもありだと思います。これだと外付けのね、フィッシュアイレンズを、後から買わなくてもこれ1台で、スーパーワイドにね、撮影できるというメリットも備わっているというのが、まあすごいポイントかなと思います。
次は手ブレ補正の比較映像を一緒に見ていきましょう。まあ、明るいところはですね、どちらも手ブレ補正がガンガン効いているので大差ないんですけれども、要は暗いところでは手ブレ補正の効きが悪くなってくるんですね。その状態でどっちが、優れているのかっていうところなんですけれども、これね、2台カメラを持ってガン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 って下に打ち付けてやってるんですけれども、まあ、明らかね、GoPro の方がね、揺れてますよね。まあ、これはですね、X4 の方が画角が広いので、ブレが目立たないっていうのもあるんですけれども、拡大してみて、同じ状況で比べてみたところ、それでも X4 の方が揺れがね、少ないですよね。これはちょっとね、驚きの結果になったなというところです。はい、まあ、なので、まあ、同じ画角で撮っても X4 の方が手ブレ補正効いてて、さらに広く撮れば撮るほどそのブレっていうのは目立たなくなってくるんですよ。なので X4 はですね、まあ、180度以上の映像を撮ることが多いと思いますので、まあ、手ブレっていうのはね、薄暗い状況下でもほとんど気にならないレベルで、撮影することができるなという、結果になったと思います。はい、ということで画質の比較はこれで終了になるんですけれども、まあ、ついでにですね、今回この2機種一緒に水中に持っていって、同じ場所でピッとスタートして、同じ場所でピッとオフにして、でそれでひたすらいろんなシチュエーションで撮ってきたんですけれども、まあ、バッテリーの持ちに差が出たので、そこもちょっとねご紹介していきたいと思います。まあ、バッテリーの容量の大きさで言うと、X4 の方は 2290mAh。で、GoPro 13の方は 1900mAh。ということで、X4 の方がね、バッテリーの容量は、大きかったんですけれども、まあ、実際そういうふうに同時にね、使用してきて、X4 の方は 76% 残りましたと。対して、GoPro 13の方は 55%、残りましたと。なので、ここら辺はですね、バッテリーの容量通り X4 の方がね、バッテリーの持ちは、だいぶいいなというところですね。で、やっぱりダイビングっていうのは電池持ちっていうのかなり大事ですよね。それに加えて一つお伝えしておきたいのが、 X4 は急速充電機能がついてるんですよ。0% から43分間で 100% に、充電することができます。対して GoPro 13は急速充電機能はついていなくて、 100% までなんと120分もかかってしまうと。なので僕結構船の上でモバイルバッテリーでね、途中でピッて充電するんですけれども、 X4 は本当ね、ちょっとほっとくだけでみるみる充電してくれてるので助かるなというところですね。対して GoPro は本当にね、充電するのに時間がかかるので、まあ、モバイルバッテリーでこうやって充電する運用はちょっと厳しいかなというところで、バッテリーをねいくつか持っておく必要があるなというところです。はい、それでは最後に編集アプリの比較をしていきたいと思います。まあ、やはりですね、皆さんハードに目が行きがちだと思うんですけれども、陸に戻ってきたらですね、あとは編集アプリでどうなるかというところなんですよ。なので編集アプリめちゃくちゃ大事なんですけれども、これも両方使って比較をしています。まずですね、Insta360のアプリはですね、本当にいろんな機能がついていて、例えばアクアビジョン 2.0 って言って、手軽にスライダーでピュッピュッと色味をきれいにする機能があったりとか、あとね、 AI で自動でそのストーリーを決めてくれるみたいなのもめちゃくちゃ良くてですね、ズボラな人にも、僕もそうなんですけど、これ編集するのめんどくさいなと思っても、テンプレートを選んで選択するだけで結構いい感じに仕上げてくれる機能っていうのがたくさん随所に散りばめられていて、まあ、ちゃんと作り込みたい人にもズボラな人にも、まあ、いじりやすいアプリだなというふうに思います。対して GoPro の方はですね、ちょっと今回使ってみて衝撃でした。最後に僕 GoPro の編集アプリを使い込んでたのが数年前、何年前だったかな、2年前とかそんぐらいだったと思うんですけれども、残念ながらその時からほぼ進化はなくて、
AI 機能もですねほとんどなくて、まあ、自動で編集してくれるやつあったんですけれども、あんまり気の利いた編集してくれないなと。まあそこら辺はですね、やっぱりインスタ360ソフト面かなり力を入れて作っているし、日々進歩していくんですよ。なのでそこら辺ちょっと熱の入れ具合がね違うなっていうのを感じてしまいました。あとはですね、これ本当にちょっと重要なので皆さん注意して聞いてもらいたいんですけれども、まあ Wi-Fi で接続しますよね、カメラにね。で、その状態でインスタ360ってすごくて、まあ、SD カードこの中入ってますよね。スマホでその中の映像を編集することできるんですよ。で、編集して決定して書き出しして、書き出ししたやつだけスマホに落とすことができるんですよ。対して GoPro はですね、それができないので一回スマホに全部素材をダウンロードしなきゃいけないと。これがね、めちゃくちゃ大変。で、さらに本当ね、ここはもうレベルの違いを本当に感じたというところなんですけれども、なんだっけなあ、そうそうそう、GoPro はですね、その素材をダウンロードするときっていうのはアプリをね閉じることできないんですよ。なのでスマホ使えないんです。これが本当に煩わしいなと思って、今回ですねちょっと簡単に4本で計3分の動画を、ダウンロード、してみたところ、実に3分45秒もかかってしまったと。たった3分の動画ダウンロードするのに3分45秒もかかると。20分、30分、1時間とか、だったら、一体どれだけスマホ使えないんだっていうことになってしまいますよね。対して、X4 の方は、インスタ360のアプリの方は、バックグラウンドで、素材をですね、ダウンロードできるので、もちろんスマホは使えるわけなんですよ。やっぱり旅行に行った時って、限られた時間の中で、まあそういうこともやらなきゃいけないので、夕食もね、行きますよね、飲みにも行きますよね。その間にスマホ使えないってかなり致命的。いろんなことやりたいですよね、やっぱり。まあそういう面でも、もうちょっと GoPro は進化が止まっていて、インスタ360周りのアプリには全然ちょっと及ばないなという結果になりましたので、まあハードでどれだけ綺麗なのが撮れるかっていうのも大事だと思うんですけれども、このソフト面っていうところもですね、その後の撮り終わった後の運用っていう意味では 50% 撮影 50% 編集みたいなイメージで、編集アプリ本当大事。バックグラウンドでダウンロードできないと、もしかもね、長い動画とかダウンロードしてると GoPro 13 の方はやっぱりね、途中で接続電波が悪くなったりすると途中で中断しちゃったりするんですよね。あ、また最初からやり直しっていうことに、まあ、なってしまうんですよね。まあそこら辺がですね、まあ今回使ってみてここの違いが一番大きかったんじゃないかなというぐらいなので、最後にね、ここはしっかり皆さんにもねお伝えしておこうかなと思います。ちょっと熱入りすぎてね汗出てきたんですけれども、はい、ということで今日の動画はこういう方には GoPro 13 が、おすすめですよ。でこういう方にはインスタ360X4 が、合ってますよっていう動画にしようと思っていたんですよ。なんですけれども、実際に比較映像いろいろたくさん撮ってきてみて、本当に素直に思った感想は、ほとんどあらゆる面で X4 が優れているなと。だってズボラな人、 GoPro みたいにね、一つの画角でこうやって綺麗に撮りたい人もシングルレンズモードっていうのがあって、しかもこっちの方が色味綺麗で画角めっちゃ広くて、外付けフィッシュアイレンズとか購入する必要もなくて、手ブレ補正も効いて、アプリも優秀で電池持ちも良くてというところで、ちょっとね、GoPro のいいところ探してちゃんと言わなきゃと思ってたんですけれども、まあ正直な話、こっちの方があらゆる面で優れているので、まあ後から編集するのが、好きな人もズボラな人ももうこっちでいいんじゃないかなと思います。
まあ、これはですね本当に案件だから言ってるわけじゃなくて、実際に2台並べて使ってみて、本当にですね最近 GoPro はあまり進化がねしていません。ハードもソフトも。対してインスタ360はハードもぐんぐん進化してるし、ソフト面も日々ねアップデートされていくので、ちょっとねもう企業としての勢いが違うかなという、これ言っちゃっていいのかな、まあいいですよね、まあ僕のね、主観も交えてのレビューになりますので、はい、まあそういった感じで、はい締めていきたいと思います。汗かいた。はい、という感じで、もう GoPro 一強時代はね、おそらく終わりです。他にもいいアクションカメラが、ね、たくさん出てきてて、こういった面白いのも出てきて、便利なやつがね出てきていますので、まあダイバーの皆さん、ご自分の目で見て感じて自分がいいと思ったものを、購入されることをですね、ぜひお勧めさせていただきます。はい、ということで本日はこれで以上となります。最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。